はい、今日はポケモン GO の動画なんですが、今日からですね、第3世代のポケモンがまた一部追加になったということで、今日はその追加されたポケモンの中でもちょっとレアなポケモンが野生で出現したので、今日はそのポケモンを捕まえたいと思います。さあ、そのポケモンとはですね、こちらアーマルドでございます。さあ、アーマルドというポケモンはですね、アノプスの進化系のポケモンなんですが、アノプスっていうポケモンはですね、カブトとかプテラとかと同じ感じで、なんか化石からなんか復元したポケモンみたいな感じの、ポケモンなんですよね。で、アーマルドっていうのは虫岩タイプのポケモンでですね、原作のポケモンではそんな使った記憶はないんですが、さあ今回アーマルドを無事にゲットすることができましたということで、もちろん図鑑ポケモンでございます。さあ、アーマルド持ってるけどその進化前のアノプス持ってないっていうすごく謎の状況なんですが、さあ今回はですね、続きの動画もありますので、そちらもご覧ください。さあ、続きの動画はですね、ジム戦の動画になるわけなんですが、さあこちらのジムのポケモンもうだいぶ弱ってるということで、今回はですね、このジムでですね、一体抜きに挑戦したいと思います。さあ今回挑戦する一体抜きのポケモンはホエルオーでございます。ということで、ホエルオーっていうポケモンはですね、まあ一番でかいポケモンなんですが、さあどんな感じ、めちゃくちゃでかい、お、あれなんかあれ、なんかちょっとちっちゃくなったかっていう感じで、なんかもっと前はでかかったんですけど、ホイールはさすがにあまりにもでかすぎて、なんか修正が入ったんですかね、なんかちょっとちっちゃくなった感がすごいしますね。という感じでですね、そう、ホイル王ってそう一番でかいポケモンなんですが、ホイル王っていうのはそのハピナスよりもそんなに体力も高くないし、防御力もそんなに高くないので、ハピナスよりは劣るんですよね、正直性能的には。ということで、そのホイル王でこんだけ弱ってるジムだったら攻略できるんじゃないかということで、ホイル王で一体抜きを挑戦したいと思います。いやでもだいぶちっちゃくなったら、なんか本当になんかクジラ感が出て、この修正結構いいんじゃないかなっていう感じがすごいしますね。さあ、ということで1体目のハピナスは倒せたので、2体目のカビゴンに挑戦したいと思います。さあ、カビゴンはですね、やっぱり3ゲージ技ののしかかりがすごく厄介ですよね。そののしかかりで結構ね、ハピナスで1体抜き挑戦してる時とか結構痛い目になってるんで、今回はそののしかかりを避ける練習をしたいなと思うんですが、カビゴンのゲージ技は何だ、お、のしかかりだ、お、冷静に避けて、あーなんとか、でもまあ1回だったらね、避けられるんですよね。これが何回も何回ものしかかりが来ちゃうと、その中の1回や2回食らっちゃうという感じでね、やっぱり連続して避けないといけないという感じで、もっと練習をしないといけないですよね。さあ、続いてのポケモンはですね、ゴローニャでございますね。さあ、ゴローニャはこれ本当に一瞬で倒せるんじゃないかな、波乗りで一発、さあ簡単に倒せることができたという。で、ゴローニャって岩地面タイプじゃないですか。で、岩地面タイプっていうことは、水タイプと草タイプの技がどっちも効果抜群取れるんですよね。で、そのね、どっちも効果抜群取れる技っていうのは個人的にすごく爽快でですね、ゴローニャに対して段取りを打つときの爽快感というのはもう本当に半端ないなと思うわけなんですが、さあ今度はそのゴローニャの相性が良かったのに反対して、シャワーズでね、こっちはもう相性が全く取れないという感じなんですが、さあそれでも頑張って波乗りで倒すことができましたという感じで、あ、やっぱりここまで弱ってるとさすがに簡単に倒せるのかなっていう感じですよね。さあ今ギャラドスで5体目のポケモンなんですが、もうこちらの体力はですね、まだ全然もうまだ3分の2以上残ってるということで、まあ、やっぱりこんだけ弱ってるとさすがに簡単に攻略できるという感じですね。まあ、CP が500とか600とかなんでね、まあ、それに対してこちらのホイール王は CP が2048もありますから、これは結構まあさすがに簡単すぎたかという感じです。さあ最後のポケモンはロゼリアということで、こちらに対して効果抜群が取られてしまうので、これはちょっと要注意という感じですね。さあ、やっぱりホイール王の大きさの感覚からするとやっぱりロゼリアがもうあまりにも小さすぎるという感じで、こんなにちっちゃいポケモンがこんなでっかいポケモンに太刀打ちができるのかっていうね、すごくなんか現実的にはなかなか不可能なんだよ、大きさの比率なんですかね。さあどうだ、波乗りを打って、まあ、こちらも無事に倒すことができましたという感じでですね、さあロゼリアだけちょっと体力が残ってしまったので、ロゼリアも
ホイル王で倒したいと思います。今回はホイル王1体だけでこのジムを突破したいと思います。 CT2048 って結構強化したんですがね、ホイル王の最高 CT っていくらなんでしょうかね。でもこの調子で多分伸びていくと2300くらいまで行くんですかね。でも2300っていうのは若干そこまで強くないんですよね、ホイル王って。だからやっぱりジム戦向きではないなっていう感じで、やっぱりネタ要因としてそのジムに置く時のそのでっかさを堪能するみたいな感じで、ホイル王ってやっぱり結構重要なんじゃないかなと思います。じゃあこの動画はここで終わりにさせていただきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。